127回、東アジア歴史文化研究会。この度の研究会は、経済評論家の渡辺哲也氏に、バナナ文書漏洩、本当の狙いは何か、世界でタックスヘイブン狩りが始まる、のテーマで語っていただきます。2016年4月、バナナ文書と呼ばれる機密文書が漏洩し、世界は大きな衝撃と混乱に陥りました。バナナ文書流出は、大企業、富裕層による租税回避ばかり注目されがちですが、実は影響はそれだけにとどまらず、世界の闇を照らすものになる可能性も高いと渡辺哲也氏は主張しておられます。英国の EU 離脱という反グローバリズムの流れとも合わせて、これから世界経済は一体どこに向かっていくのか、皆様と共に学んで参りたいと存じます。